Good evening and welcome to the Agora Ballroom in Cleveland. Tonight, one of the most popular new bands in America today, whose debut LP is among the year's best-selling albums. Although the band is brand new, each member is well-experienced from years of studio and performance work with some of the biggest names in rock and roll. On stage at the Agora, Toto. こんばんは、ビデオジョッキーの渡辺実です。さて、今週のサウンズクリエーション、そして来週も本当にすごいですよ。今のアメリカンミュージックシーン最強の音楽集団、トトのライブをご覧いただきましょう。まず今日はその第1弾、トト、パート1。ジョージア州アトランタにある有名なライブスポット、アゴラでの白熱のライブステージをダイレクトに運ぶホットなホットなプログラム、オンステージアットジアゴラ。さあ、今週と来週の2週間にわたってお送りするトトのこのアゴラでのライブフィルム、実はトトがデビューして間もない頃のものなんですね。ですから現在ニューアルバムターンバックが大ヒット中のトトの原点がこのライブにあると言っても言い過ぎじゃないです。まさに幻のライブですね。それにレコードでは絶対聴けない曲もトトこのライブでやってくれているんです。さあ、トトのライブステージ、オープニングは、Girl Goodbye。You are
から大変な迫力で、これがデビューしたてのグループかと、本当信じられないくらいの凄さですね。まさにリズムの大洪水といったところです。あのスティーブ・ルカサーはかつてこんなこと言ってるんですが、なんといっても少しばかり洗練されて楽しいロックンロールは最高さ。まさにその言葉通り、本当に楽しいロックンロールを展開してくれるトトのライブ。さあ、この後2曲目はマニエラランへと続きます。Oh,
白熱のトトのライブコンサート。さあ続けて3曲目なんですが、この曲はレコードでは絶対に聴けないライブならではの曲なんです。特に後半のリズムに注目してください。このリズムがヒントとなってボズスキャッグスの名曲ローダウンができたんですね。さあ行ってみましょう。テイルオブアマン。ステージ後半は2曲です。ロックメーカー、そして愛する君に。Tell that it's me. I raise my picture on top.
you. Then this. Are you ready? Are you ready? サウンズクリエーションオンステージアットジアゴラ、先週に続いて今週もジョージア州アトランタにある有名なライブスポットアゴラから、今や人気も最高潮、80年代のアメリカンミュージックシーンのスーパーグループトトのアーリーライブをお届けしましょう。このトト1978年にデビューしてるんですが、このステージではデビュー当時の本当にフレッシュな若々しい彼らを見ることができます。さあ、オープニングはトトのデビュー曲にもなりました All the Light。It's not in the way you say you can. It's not in the way you've been cheating me. It's not in the way that you stay till the end. It's not in the way you look on the things that you say to do. For the light, love isn't always on time. Hold it down.For the light, love isn't
続けての曲なんですが、これは今までのトトのアルバムでも日本のステージでも聴くことができなかった、このライブでしか見ることができない幻の曲なんです。 Hey Little Girl。
2曲です。ジョージーポーギー、そしてオールアスボーイズ。
週にわたってお送りしましたトトのライブ、どうでしたか？このトトというグループはアルバムを作る時でもまずギターを入れてキーボードを録音して次にドラム、まあ、こういうマルチ的なレコーディングは絶対にしないでメンバーみんなで一緒にスタジオに入って一気に撮ってしまうんだそうです。トトのメンバーがいかにプレイすることに自信を持っているか、またメンバー一人一人がお互いのテクニックをいかに信じているかがよくわかりますね。このアゴラでのライブステージではそうしたトトの良さが最高に出ていて極上のロックンロールスピリットを見せてくれました。ひょっとすると去年に続いてこのトト秋に日本にやってくるかもしれないんです。その時にはこのフィルムの中のトトでもない、去年の来日の時のトトでもない、また新しいトトのライブを聴かせてくれることでしょう。その時を楽しみにしながら今日はお別れしましょう。ビデオジョッキーは渡辺実でした。